那首先我们就请同学们把示范到420页，英语逆中配置見てください。我们一起来看一下前文前文。这课的前文呢，应该来说它不是很难，因为毕竟没有出现什么新的语法。首先我们来看一下第一句话。李さんは日本で1ヶ月ほど訪問研修をしました。那这句话呢实际很简单，是一句叙述句，对吧？小李怎么样呢？在日本进行了一个月左右的访问研修。好，我们继续再看下去。特に東京見物をしていい印象を受けました。这句话很简单的，没有什么特别难的语法，意思也就是说，特别是在游览了东京之后，给他留下了很好的印象，受到了很好的印象，就是给他留下了很好的印象，对吗？那继续我们再看下去。便利な公衆電話、美しい地下街、よく整備された道路など、近代的な大都会としての東京の姿に驚きました。这里面等等什么什么啊，等等什么呢？首先是便利な公衆電話，意思也就是说方便的公用电话。后面美しい地下街是美丽的地下商业街。再看后面。よく整備された道路など，也就是说设施完备的马路等等。近代的な大都会として，都して是不是作为什么什么？这里的一个の作为什么什么的，对吧？作为现代化大城市的东京，这些方面使小李感到十分惊奇。这里的你表示什么，同学吗？表示的是原因，对吗？可不可以改成で？这里面当然不可以，因为这里的你后面是心理方面的词，是吧？这时候只能用你。他的意思是，十分方便的公用电话，漂亮的地下商业街，设施完备的马路等等，作为现代化大城市的东京，这些方面使小李感到十分吃惊。好，继续我们再来看一下第二段。もちろん東京にもいろいろな悩みがあります。もちろん，它表示的是当然，也可以说もろん，也是可以的。東京にもいろいろな悩みがあります。这是一个存在句，意思也就是说，当然，东京也有种种烦恼。后面，まず第一に挙げられるのは住宅問題です。まず，首先，对吧？在这里面就是まず第一に，就相当于是まずはじめに，对吧？一样的。那么这句话的意思也就是说，首先可以举出的是住宅问题。好，继续看下去。日本全国から人々が首都の東京に集まってくるため、家も土地も足りなくなります。这里的ため要注意的，就相当于是ために。那么我们说用言的连体型加上一个ために，或者名词加の加ために，或者名词加である加ために，它可以表示的是原因。所以在这里面它表示的是原因，因为什么什么。这句话的意思呢，就是说由于许多人从日本各地集中到首都东京来，所以造成住房和土地不足。好，那继续我们再看下去。次に交通の問題があります，可以说其次有交通问题。特に朝夕のラッシュアワーの混雑はものすごいそうです。那这句话的意思是，尤其是早晚高峰时刻的交通拥挤，据说十分严重。ものすごい，对吧？非常的严重，非常的厉害。好，那么我们再继续看下去。他にゴミ処理の問題や自動車の排気ガスなどの大気汚染の問題があります。首先，ほかに的意思就是说另外，另外怎么样呢？ゴミ処理の問題や自動車の排気ガスなどの大気汚染の問題があります。也就是说，还有垃圾处理问题和汽车排出废气等等引起的空气污染问题。好，这就是第二段，讲的是东京的一些问题所在。接下去我们来看一下最后一段。日本人のほとんどは中流意識を持っていると言われていますが、実際のところ、物価が高いから生活は苦しいと思っている人もかなりいるようです。
首先我们要注意的是ほとんど。ほとんど呢后面接肯定否定都可以的，都不表示全部。再看下去何々と言われています，也可以说成是何々とされている，或者说何々と考えられている都可以的，表示的是大家一致公认的情况。翻译成中文可以说被认为，或者说啊认为什么什么都可以。继续再看下去，実際のところ，它的意思也就是实际上的意思啊，不是说实际的地方，不是这样讲的。再看，物価が高いから生活は苦しいと思っている人もかなりいるようです。这里的ようだ，同学们要注意的，这是一个比况助动词，它可以表示比喻，可以表示举例，也可以表示推测。在这里面表示的就是推测，这是客观的描述性推测。那这句话的意思也就是说，据说几乎所有的日本人都有一种中产阶级的意思，但实际上由于物价贵，所以感到生活艰难的人似乎还相当多。这个看那里是程度很高的，接近全部。好，继续再看下去。教育の面でもいろいろな問題が起こっています。在教育方面呢，也发生了各种各样的问题。受験戦争の問題や中学生の非行の問題などの記事がよく新聞に出ています。那同学们要注意，这句话的主语就是何々記事が，看到吗？后面よく新聞に出ています。登在什么地方，出现在什么地方，那是着落点，所以用了に。那么同学们要注意，这里面的出ています，实际上我们可以换一个词怎么说啊？可以用載せる，对吧？刊登、登载的意思。那这句话的意思也就是说，应试战争的问题及中学生的不良行为的问题的一种报道呢，在报纸上常有登载。好，那么最后呢，请同学跟老师一起把前文给念一下。先生の後について読んでください。全文。李さんは日本で1ヶ月ほど訪問研修をしました。特に東京見物をしていい印象を受けました。便利な公衆電話、美しい地下街、よく整備された道路など、近代的な大都会としての東京の姿に驚きました。もちろん、東京にもいろいろな悩みがあります。まず第一に挙げられるのは住宅問題です。日本全国から人々が首都の東京に集まってくるため、家も土地も足りなくなります。次に交通の問題があります。特に朝夕のラッシュアワーの混雑はものすごいそうです。他にゴミ処理の問題や自動車の排気ガスなどの大気汚染の問題があります。日本人のほとんどは中流意識を持っていると言われていますが、実際のところ、物価が高いから生活は苦しいと思っている人もかなりいるようです。教育の面でもいろいろな問題が起こっています。受験戦争の問題や中学生の非行の問題などの記事がよく新聞に出ています。好，全文就到此结束。接下去呢，我们一起来看一下开挖绘画。这是小王和小李的对话，它的篇幅还是比较长的，但是呢，我们可以了解一下日本的一些情况。好，那么首先我们来看看小王怎么说啦。李さんは日本から帰ってもう一ヶ月になったでしょう。他的意思就是说，小李从日本回来已经有一个月了吧。ええ、時間の経つのは本当に早いですね。時間の経つ、原本是時間が経つ。那么時間が経つ呢，它会作为后面一个の的一个修饰语做定语，所以这个が换成了の。那么这句话的意思是，是的，时间过得真快呀。那同学们注意啊，以后跟人家说时间过得真快呀，我们可以这样说，对吧？時間の経つのは本当に早いですね。好，那么继续，我们来看看小王怎么说。どこかに訪日の感想文を発表するでしょう？这里面要注意一下，是特殊疑问词加一个が，这个が表示的是不定，整句话是一个一般疑问句。它的意思是，
你打算在哪里发表感想文吗？どこか不知道在哪里啊，想不想在哪里发表的访日感想文？いいえ、そんなつもりはありません。私にはとてもそんな力はありませんよ。首先是いいえ、そんなつもりはありません。他的意思是不，我没有这个打算。我们说打算怎么怎么样是动词基本形加つもりです。那不打算呢，可以说动词基本形加上つもりはない，或者是动词的未然形一形可以加ないつもりです，对吧？都可以的。好，继续看下去。私にはとてもそんな力はありませんよ。我可没有那个能力呀。日本訪問の印象はどうですか？访问日本的印象怎么样啊？好，那么我们看看小李怎么回答他了。そうですね。日本は島国で、北海道、本州、四国、九州の4つの島のほか、4000ぐらいの小さい島からなっていますね。それで山や温泉がたくさんあって、景色のいいところがたくさんあります。首先同学们看啊，そうですね。这是他在想，后面日本は島国で，实际上就是日本は島国です，对吧？就是说日本是一个岛国。那在后面，北海道、本州、四国、九州の四つの島のほか，要注意名词加上一个の，加上一个ほか，表示的是除了什么什么之外。后面4000ぐらいの小さい島からなっていますね。からなる表示的是由什么什么组成的。那这句话的意思也就是说，是由北海道、本州、四国、九州四个大岛和其他大约4000个小岛组成的。再看下去啊，それで山や温泉がたくさんあって，それで讲的是一个自然而然的结果，对吧？因此怎么样呢？有许多山和温泉。后面景色のいいところがたくさんあります。景色美丽的地方真不少。好，这时小李给我们介绍了日本，是吧？那我们看看小网友怎么问啦。東京の印象はどうですか？东京的印象怎么样呢？好，那么我们看看小李怎么回答啦。東京は日本の首都ですから、日本の政治の中心と言えますね。そればかりでなく、経済、教育、文化などの分野でも、東京は日本の中心になっていますよ。这里面、何々と言えます。它表示可以说。我们也可以说、何々と言うことができる。何々と言ってもいいです。它的意思就是说、東京是日本的首都、可以说是日本的政治中心。好、继续我们看下去。そればかりでなく、把巴嘎里的那个换一下，它就相当于是巴嘎里嘎，也相当于是打给的那个，对吧？表示的是不仅而且的意思。那么そればかりでなく表示的是不仅如此，それ指的是前面刚刚讲过的，不仅是日本的政治中心，还怎么样呢？経済、教育、文化などの分野でも、東京は日本の中心になっていますよ。它的意思是。在经济、教育、文化等等方面，东京也是日本的中心。日本跟北京一样啊，是首都，也是我们的政治中心、经济、教育、文化等等中心，对吧？好，那么我们再看看小王又问什么啊？そうですか。東京見物をしてどうでしたか？ご感想は？そうですか。他的意思是是吗？后面再看。東京見物をしてどうでしたか？浏览了东京怎么样啊？ご感想は，也就是说你的感想怎么样啊？你有何感想啊？这个意思。感想といえば、いろいろありますが、まず驚いたのは公衆電話ですね。那么といえば，同学们换一下，我们也可以换成というと。它的接续可以是体言去加といえば，或者是というと。它表示的意思是提起前项，就会想起与其有关的后项。翻译成中文呢，可以说提起什么什么，说起什么什么。那么在这里面，感想といえば，它的意思是提起感想啊。いろいろありますが，有很多。后面まず驚いたのは公衆電話です。它的意思是，首先使我吃惊的是公用电话。好，继续我们来看小王又问什么呢？
どこにも公衆電話があるそうですね。这个特殊疑问词后面加も，后面肯定，全盘肯定，看到吗？どこにも，也就是无论什么地方。公衆電話があるそうですね。那么这句话的意思也就是说，据说任何地方都有公用电话，是吧？ですね。啊，这个ね也要注意的是短音。好，那看看小李怎么说。ええ、とても便利です。次に驚いたのは地下です。首先我们来看啊，ええ、とても便利です。它的意思是是的，非常方便呐。次に驚いたのは地下です。次に就是それから，对吧？其次，然后都可以的啊。驚いたのは就是说吃惊的是什么呢？地下です，就地下。也就是说，是的，非常的方便啊。其次，吃惊的是地下了。怎么样呢？地下鉄ですか？你说地下吗？所以小王就问了，诶，地铁吗？地下鉄だけじゃありません。地下街もとても美しいですね。そこに商店や喫茶店やレストランなども設けられていて、買い物や憩いの場所としても人々に利用されていますよ。一点点来看。首先是地下鉄だけじゃありません。意思也就是说，不仅是地铁，怎么样呢？地下街もとても美しいですね。意思是地下商业街也是十分漂亮的呢。そこに商店や喫茶店やレストランなども設けられていて。这句话的意思是，そこに知道吗？在那个地方哪里啊？当然是什么地下商店街那个地方，对吧？那怎么样呢？开设了商店、咖啡馆和餐馆。继续看一下，買い物や憩いの場所としても，どうしても画一下，作为什么什么也，对吧？人々に利用されていますよ，也就是说，人们同样把那儿作为购物和休息的场所。好，这是介绍了一个地下街的情况，我们再来看一下。そうですか、東京の道路はどうですか？是吗？那东京的马路怎么样啊？道路はよく整備されていますね。それで電車もバスも時刻通りに動き、遅れることは少ないようです。道路はよく整備されていますね。它的意思是马路的设施十分完备。确实是这样的，但是呢，日本的马路呢并不是那么大的。好，再看それで，因此。这里讲的是自然的结果，怎么样呢？電車もバスも時刻通りに動き。这个通り，同学们要注意的。动词的话是连体型加通り或通りに或者通りです，对吧？那么通り也好，通りに也好，都是做状语的，或者是名词加の加通り或通りに或通りです，或者是名词直接加通り啊，不要加の的话就要浊音通り。它的意思是如同什么什么的来做什么什么。那么这句话的意思也就是说，所以呢，无论是电车和汽车都是准时行驶。遅れることは少ないようです。好像很少有晚点。确实，一般是不晚点的。但是呢，在日本如果发生人身事故，人身事故，什么叫人身事故？有的人跳下轨道啊，这样的啊，那么这个时候呢，就会晚点。那这种情况也是有的。好，继续我们再看看小李怎么说了。それはいいですね。那太好了，那真好，对吧？诶，そして電車やバスが網の目のように走っていて、人々を行きたいところへ運んでくれます。そして在这里可以表示而且，怎么样呢？電車やバスが，意思也就是说，电车啊，公共汽车啊，怎么样呢？網の目のように。就像是蜘蛛网一样的，怎么样呢？哈西得一得，这样交错，就像蜘蛛网一样的纵横交错。后面是ひとびと行きたいところへ運んでくれます。它的意思是给我们做点什么事情呢？将乘客送到他们想去的地方，是吧？但是呢，同学们啊，日本的公共汽车与中国的上海的公共汽车相比的话啊，日本的公共汽车并不是那么多的。上海的公共汽车还是比较多的啊，但是轨道交通来讲的话，目前日本的话还是比较多的，特别是电下电车啊，特别的多。皆さん、練習の時間ですよ。
好，那么我们再来看看小王怎么说。東京の人々が困っている問題はありませんか？这里面ありませんか？实际上就是ありますか的一个委婉的询问方法。那么这句话的意思就是说，东京人感到烦恼的问题有吗？我们说每一个地方的人都会有烦恼的，对吧？好，那么看看小李怎么回答。もちろんありますよ。日本には東京をはじめ人口100万以上の都市が10くらいあります。東京の面積は日本全土の 0.5% に過ぎませんが、しかし全人口の約 10% の人々が生活しているのです。これが今起こっているいろいろな問題の主な原因となっています。もちろんありますよ。他的意思是、当然有了。那么怎么样的情况呢？我们来看一下，日本には東京をはじめ、把哪里哪里をはじめ换一下，也就是说以东京为首，怎么样呢？人口100万以上の都市が10くらいあります。也就是说以东京为首，人口超过100万的城市有10个左右。那要注意一下这个19呢是包括100万的，当然还有100万以上的。好，继续我们再看下去。東京の面積は日本全土の 0.5% に過ぎませんが、何々に過ぎない。它表示的是一种很低的程度，对吧？只不过怎么怎么样。它经常可以用副词わずか或者ただ。那么这句话的意思也就是说，东京的面积呢，只不过就是整个日本的 0.5%。好，再看下去。しかし、全人口の約 10% の人々が生活しているのです。但是呢，全国人口的大约 10% 都生活在东京。那你看看，那么当然东京是非常拥挤的，对吧？人很多啊。好，再看下去。これが今起こっているいろいろな問題の主な原因となっています。这就成为日本目前发生种种问题的主要原因。那有同学说，诶，老师怎么是どなっています不是になっています呢？那同学们要注意了，なになにどなる表示的是暂时性的变化，而なになにになる一般讲的是永久性的变化。那么这里也就告诉我们，实际上就是暂时性的成为了各种各样的主要的原因，以后也许它会变化，不会成为最主要的原因的。好，继续我们再看下去。東京は大都会だけに問題も多いでしょうね。这里的だけに很重要，它是用言的连体型，可以加だけに或者名词加だけに，它表示的是正因为什么什么才什么什么。那么它一般用于的是积极方面的，当然消极方面也可以用，但是侧重的是积极方面的。啊，ばかりに侧重的是消极方面的，对吧？那这句话的意思也就是说，东京正因为是一个大城市，所以问题也就多吧，是不是呢？我们来看一下。そうです。まず住宅問題です。狭いところに大勢の人が住んでいるので、家も土地も足りなくなります。そうです。まず住宅問題です。他的意思是是的，首先是住房问题，まず出现了的首先。再看、狭いところに大勢の人が住んでいるので。因为大量的人口居住在这小小的地方。大勢の人，同学们要换一下，大勢只能修饰人的，是吧？后面家も土地も足りなくなります。他的意思是，所以住房和土地都不够。同学们想想看，东京的面积只不过是日本全国的 0.5%， 可是居住了全人口的 10%， 那么当然了，房子啊、土地啊都不够了，是吧？所以日本人住的房子确实是很小的，但是呢，你别看他住的小啊，他的那种设施啊等等都摆放得很好的，所以呢，诶，觉得还是可以的，而且里面的东西，现代化的东西都是一应俱全的。好，我们再看下去，看看小王又问什么。おそらく東京の地価は高いでしょう。おそらく它是一个副词，表示的是恐怕怎么怎么样。那这句话的意思也就是说，恐怕东京的地价很贵吧。ええ、都心部の地価は一つぼ1億円もするそうです。是的，听说在都中心的地价每一平要花上1亿日元呢。それは高すぎるんじゃありませんか？在这里面じゃありませんか？
它是一个反问句，对吧？难道不是什么什么吗？那么我们可以这样说，那岂不是太贵了吗？虽然就是很贵，过分的贵了，对吧？好，那么我们来看看小李怎么说。そうです。ですから、家はもちろん、マンションやアパートの家賃もとても高くなっていますよ。一旦家を買った以上、一生、月々ローンを支払わなければならない人が多いそうです。好，首先是そうです。ですから、家はもちろん，把はもちろん划一下。我们知道，就相当于是はもとより，对吧？表示的是不用说什么什么，就连什么什么都什么什么。这句话的意思也就是说，是的，不要说是房子了，怎么样呢？マンションやアパートの家賃もとても高くなっていますよ。即使公寓房和普通房的房租也是越来越贵了。后面一旦家を買った以上，这个以上划一下，一旦是个副词，是修饰这样一个以上的，表示的是既然什么什么，那就什么什么。那加上一个一旦，表示的是一旦怎么怎么样，对吧？那么一旦家を買った以上，我们可以这样说，一旦购买了房屋，那怎么样呢？一生月々ローンを支払わなければならない人が多いそうです。意思也就是说，听说许多人必须一生每个月而支付贷款。那继续我们来看看小王又要问什么了。話によると、日本ではカラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫の3つはほとんどの家庭にあるそうですね。这里面話によると和后面的そうです是相互呼应的，表示的是传闻、听说的意思。那听说怎么样呢？听说在日本，几乎所有的家庭里面都有彩电、洗衣机、冰箱这三件东西。ええ、車のある家庭も 90% を超えていますよ。首先ええ就是嗨的意思，对吧？是的。車のある家庭，意思就是说車がある家庭，对吧？有车子的家庭，这个も也是怎么样呢？90% を超えていますよ，也就是说超过 90%。包不包括90啊？当然是不包括的。如果说 90% 以上，这是包括了 90% 和 90% 以上的。而哪里哪里を超えています，它不包括这个点，而是超过的部分啊，要注意的。这里是超过 90%。みんな豊かな家庭ですね。这是非常感慨的，是吧？哦，大家都是非常的富裕的呢。好，那看看小李是不是肯定回答是很富裕呢？我们来看看。まあ、物の豊かさから言えば、そうかもしれませんね。日本人のほとんどは自分が中流階級に属すると思っているようですが、しかし本当にいい暮らしをしていると言ってよいかどうか、むしろ物価が高いから、生活は苦しいと思っている人もかなりいるのではないでしょうか。好，那么这段话还是挺长的，我们一句一句来讲。首先是，まあ、物の豊かさから言えば、そうかもしれませんね。这个まあ，同学们要注意的，它首先可以表示的是先一会儿的意思，比如说まあ待って，它的意思是你等一等。第二点呢，它可以表示的是ためらい，就是犹豫不决的时候说的。まあ、いかずに行こう。意思也就是那我还是不去了吧。第三点呢，它可以表示的是不満足。意思也就是说还算还可以。比如说まあ、いいだろう。还算可以啊，算是可以吧。当然まあ也可以作为一个感叹词，表示的是嘿，哎呀，对吧？比如说まあ、驚いた。它的意思是哎呀，我真是非常吃惊啊。那么这里的まあ呢，实际上表示的是啊，还算行，对吧？这个意思。再看物の豊かさから言えば，把から言えば划一下。から言えば也可以换成から言って，或者是から言うと、から言ったら，表示的是从什么什么来说。这是我们判断的依据。那么这句话的意思也就是说，从物质的丰富程度来说嘛，也许是那样的。好，我们再看下去。日本人のほとんどは自分が中流階級に属すると思っているようですが，几乎所有的日本人呢，似乎都认为自己是属于中产阶级。何々に属する，同学们要注意，它是属于什么什么。好，继续看下去。しかし、
本当にいい暮らしをしていると言ってよいかどうか。这里的かどうか同学们划一下，这是一个疑问短句，对吧？它前面呢，我们说简体可以去接的，除了这个呢，体验也直接可以去接，表示的呢就是是否什么什么，或者说什么什么吗？那么当它有特殊疑问词出现的时候呢，一般用が。当它没有特殊疑问词出现的时候，可以用が，也可以用がどうか。那么这句话的意思是，但是是否可以说是他们真的过上了好日子呢？と言ってよいかどうか，是否可以这样说呢？对吧？むしろ物価が高いから生活は苦しいと思っている人もかなりいるのではないでしょうか。那么这句话的意思就是说，倒不如说由于物价贵，感到生活艰难的人是不是还大有人在呀？这里的むしろ，同学们要注意的，表示的是还不如说，倒不如说，对吧？或者说索性。好，这是小李给我们介绍了一下这个情况。那继续我们再来看小王问什么。そうですか。ところで、東京の交通事情はどうでしょうか？是吗？对吧？ところで，那我们就转换一个话题了，不再提前面所讲的一些事情了。那么讲的是什么呢？東京の交通事情はどうでしょうか？它的意思是东京的交通情况怎么样？要注意，这个事情不是事情的意思，而是情况。人口が多いから交通問題も悩みの一つですね。特に朝夕のラッシュアワーの混雑はものすごく、電車に乗れないでプラットホームに残されることも珍しくありません。首先啊，人口が多いから，这から表示的是原因结果。では交通問題も悩みの一つですね。它的意思也就是说，因为人口多，所以交通问题也是烦恼之一。特に朝夕のラッシュアワーの混雑はものすごく。電車に乗れないで、把ないで换一下。前后主体是一致的，它是倾向否定的状态下进行后向。乘不到电车怎么样呢？プラットホームに残されることも珍しくありません。也就是说，被留在月台上、站台上的这样一个情况呢，也不少。那么这整句话的意思是这样的，因为人口多，所以交通问题也是烦恼之一，尤其是早晚高峰时刻十分拥挤，因拥挤而乘不上电车，被留在车站上的情况呢也屡见不鲜。好，那么我们再来看看小王又要说什么了。東京は車が多いでしょう。すると自動車の排気ガスなど大気汚染の問題はありませんか？这里的ありませんが还是ありますかで委婉的一个讲法，要注意一下。那么東京は車が多いでしょう，它的意思是东京汽车很多吧。怎么样呢？すると自動車の排気ガスなど大気汚染の問題はありませんか。意思就这样的话，由于汽车排出废气等等原因，有没有空气污染的问题呢？ありますよ。ひどい場合は街を歩いていると車の排気ガスで頭が痛くなり、喉もおかしくなりますね。他にゴミ処理の問題もあります。好，首先我们来看看ありますよ。它的意思是有的哦。怎么样呢？ひどい場合は街を歩いていると、車の排気ガスで頭が痛くなり、喉もおかしくなりますね。这句话里面要注意的是，街を歩いていると这个を后面是一个自动词，对吧？这个 OR 在这里表示的是移动经过的场所。那这句话的意思也就是说，严重的时候呀，走在街上，由于汽车排出的废气，头会疼，喉咙也感到不适。好，再看下去。他にゴミ処理の問題もあります。他に讲的是另外的，还有垃圾处理的问题。就像你现在走在日本的街头的话，因为汽车的排废气等等，头变得疼啊，眼睛啊，喉咙啊变得很奇怪等等现象一般是没有的啊。日本汽车的排废气的这个指标是很严格的。好，那么我们来看看小王会提出什么问题呢？東京の人口は多いですから、出るゴミの量も大変なものでしょうね。東京人口多，所以造成的垃圾量也相当大吧。那这是当然的。但是呢，日本的话，它呢是分为可燃垃圾、不可燃垃圾啊，可以回收再利用的垃圾等等。
扔的时候要注意的，特别是有一些地区一定要分清楚的。好，那么我们来看看小李怎么说。そうです。焼く場所と埋める場所が問題になります。狭い土地に人口が集中している悩みは、こんなところにも現れているのですね。そうです。他的意思是是的。怎么样呢？焼く場所と埋める場所が問題になります。他的意思就是焚烧厂和填埋厂也遇到了问题。怎么样呢？狭い土地に人口が集中している悩みは、こんなところにも現れているのですね。人口集中在狭小的土地上所产生的烦恼在这一方面也表现出来了。继续我们再看下去，看看小王又要了解什么。日本の教育はどうなっていますか？日本的教育怎么样了？变成怎么样了？我们直接可以说怎么样，对吧？生徒的には誰でも行きたい大学へ行くことができますが、しかし大学に入るのにかなりのお金が必要です。そして有名な大学を卒業しなければ一流の会社に入れないというのが現状です。好，这段话我们也一点点分析。首先是生徒的には誰でも行きたい大学へ行くことができますが。生徒的には，我们说啊，生徒的它是个形容动词，修饰后面的用眼的时候呢，形容动词要词干加你的，在这里面就是的啦。这个话是强调对比的，对吧？它的意思就是说，从制度上来说，谁都可以报考自己想进的大学，但是怎么样呢？しかし、大学に入るのにかなりのお金が必要です。这个のに画一下，这就是目的用途，为了什么？那为了什么呢？为了要进大学，那么かなりのお金が必要です。他需要很大一笔钱。日本人呢，一般来说是不能减免学费的。那么留学生呢，可以减免学费，但是现在呢，又好像是减免学费要取消了。好，那么我们来看看。そして有名な大学を卒業しなければ、一流の会社に入れないというのが現状です。そして是而且怎么样呢？有名的大学を卒業しなければ，他的意思是，如果不是毕业于有名的大学的话呢，一流の会社に入れないというのが現状です。意思也就是说，就不能进入一流的公司，这就是现状。实际上，不仅仅是日本、韩国等等啊，都是一样的，不是有名的大学毕业是不能进入一流的公司，除非你有其他的关系，是吧？好，那看看小王又怎么说了。そうすると一部の有名な大学に志願者が集中するでしょう。そうすると也可以说そうすれば就瞬间前面的话的意思，也就是说啊，那如果那样的话呢，那就是说啊，报考者会集中到一部分有名的大学吧。好，那么是不是这样的呢？我们来看看小李回答。そうです。それで試験も年々難しくなります。そして試験に失敗して2年も3年も浪人する学生が増えるばかりです。那我们一点点来看一下。首先是そうです。他的意思是是的。怎么样呢？それで試験も年々難しくなります。所以考试呢一年比一年难。这个それで他强调的是自然而然的结果。然后再看下去。そして試験に失敗して这个逆化一下。那么我们考试失败啊、成功啊等等啊，失败、成功前面都会用一个你的。那么2年も3年も浪人する学生が増えるばかりです。一个动词的基本形，这个动词一般是变化性的词啊，加上一个ばかりです，它表示的是一个劲的朝某一个方向发展，一般讲的是不好的情况。那么这句话的意思也就是说，于是呢，落榜后两年、三年，失学在社会上的学生也不断的增加。在日本，实际上现在最吃香的大学，首先当然是 Tokyo 大学、东京大学，然后是庆应大学和早稻田大学。这三所学校呢是非常受人欢迎的。好，那我们继续再看下去，看看小王怎么说。じゃあ、いい大学に入るためには、小学校の時から塾へ通わなければなりませんね。这句话里面我们几点要注意的，首先是一个ためには。ためには并不等于ために。ためには它的口语化形式就是には。它是为了前向而怎么样呢，它的后向是习惯性规范性会做的什么事情。后面再来看一下这个通わなければなりません。
这是来往于什么地方，卡又五变过来的，对吧？那么前面用一个 A 也可以，用个 你 也是可以的。那这句话的意思也就是说，那么为了进一所好大学，必须从小学起就上补习学校啦。A 受験戦争という言葉もあるくらいですよ。是的，还出现了应试战争这句话呢。这个くらい，同学们要画一下，表示的是一个程度。教育問題が深刻化するにつれて、社会問題も出てくるでしょう。这个にずれて画一下。動詞的基本形可以讲にずれて，或者体言可以讲にずれて。它后向的词呢，一般是变化性的词。它表示的是随着前向的变化，它的后向也变化。那这句话的意思就是说，随着教育问题的日益严重，也会出现社会问题吧。そうですね。いせせしや。最近の新聞を見ると、中学生の非行の問題が多く出ています。深夜、バイクや自動車を乗り回す暴走族、それから、死んだ遊びなどの記事がよく新聞に出ています。首先我们来看一下、最近の新聞を見ると、中学生の非行の問題が多く出ています。从最近的报纸上看，出现许多中学生不良行为的问题。我们再来看下去。深夜、バイクや自動車を乗り回す暴走族、それから、死んだ遊びなどの記事がよく新聞に出ています。这里面的に表示的是着落点的。这个出ています就是登载的意思。我们也可以用載せる。这句话的意思也就是说，报纸上经常报道深夜开着摩托车和汽车到处乱闯的暴走族，还有玩吸毒等等。这是小李回答的，有教育问题，出现的社会问题，是吧？皆さん、練習の時間ですよ。那我们来看看小王又怎么说了。教育はとても重要な問題ですね。ところで日本と中国では習慣や文化がいろいろ違うと思いますが、訪日の間に困ったことはありませんでしたか？好，首先我们来看第一句。教育はとても重要な問題ですね。它的意思是教育是非常重要的问题呀。再看后面。ところで、ところで换一下，这就是转变话题的，对吧？我们不再讲前面一个话题了，不再说是教育问题啊，出现的社会问题了。我们来看看后面。日本と中国では習慣や文化がいろいろ違うと思いますが，且说在日本和在中国，习惯与文化有种种的不同。那么怎么样呢？訪日の間に困ったことはありませんでしたか？他的意思是，你访日的时候有没有遇到尴尬的事情呢？好，看看小李怎么说。ええ、それはたくさんありました。中国で日本語を勉強したとき、言葉のことについてはいろいろ習いましたが、習慣の違いについては全然習わなかったので、日本について、初めのうちは失敗ばかりしていました。首先说，ええ。それはたくさんありました。他的是，遇到很多呢。それ指的是什么？困ったこと，对吧？好，再看下去。中国で日本語勉強したとき、言葉のことについてはいろいろ習いましたが，这里面について加个は是强调对比的。について表示的是关于什么什么，前向是后向的内容。那么这句话的意思也就是说，在中国学习日语的时候呢，关于语言方面学了很多，但是怎么样呢？習慣の違いについては，又是一个哇，看到哇前后是强调对比的，对吧？全然習わなかったので，ので表示原因，客观的原因。日本について初めのうちは失敗ばかりしていました。首先我们刚刚强调的就是についてはは，还是关于什么什么，这个哇和前面的についてはは，实际上正好是强调对比的，是吧？再看后面。日本について初めのうちは失敗ばかりしていました。
体验加上一个ばかり表示近似老是什么什么。如果是动词的话，要表示近似老是，我们可以用动词连用型二型加上一个でいるばかりです，或者是でばかりいる。那么这句话的意思也就是说，但是关于习惯的不同完全没有学习，所以到了日本一开始老是出洋相，老是失败，都可以讲到。好，那看看小王怎么说的。一体どんな失敗でしたか？一体后面加が表示的是究竟什么什么呢？那么这里面一体どんな失敗でしたか？它的意思是究竟出了什么洋相呢？好，我们一起来看一下。例えば靴の脱ぎ方も違います。比如说脱鞋的方法也是不同的。どういう意味ですか？我们也可以说どんな意味ですか？都是可以的。意思是什么意思呀？好，看看小李回答。日本では家の中に入ったとき、靴の先端を家の中の方に向けるのではなくて、履くときに便利なように、玄関のドアの方に向けて置いておくのが礼儀です。好，首先我们来看前半句。日本では家の中に入ったとき、靴の先端を家の中の方に向けるのではなくて、首先这句话要记住是何々をどこどこに向ける，它的意思是把什么什么朝向什么什么地方。后面是ではなくて，看到吗？实际上就是ではない的中等形式，用的是ではなくて，表示的是不是什么什么。后面呢我们一般用何々だ或者です，而是什么什么。那不是什么呢？它的意思是在日本进入家门之后，不是将鞋的前端朝家里的方向放，而是什么呢？履くときに便利なように，玄関のドアの方に向けて置いておくのが礼儀です。这句话里面的ように表示的是目的，同学们要注意，它的意思是为了在穿的时候方便，也可以说为了便于穿，怎么样呢？后面玄関のドアの方に向けて置いておくのが礼儀です。前面的这个置いて就放的意思，朝着什么什么地方放，后面是置く、就对置く。这里讲的是一个为了什么什么事先干什么什么，那么这句话的意思也就是说，而是为了穿的时候方便，先将鞋的前端朝门口方向放好，这也是一种礼仪。好，这是小李为我们介绍的。那么看看小王又说什么了。そうですか，他的意思是是吗，非常吃惊的，对吧？这是中国和日本有所不同的。好，我们继续来看下去，看看小李怎么说。ホームステイで日本人と一緒に生活して、日本の習慣が少しずつ分かってきました。首先看这句话里面ホームステイ，Homestay 是留学生住宿在国外普通居民家里面，学习当地的风俗习惯、语言等等，它是一种新的旅游留学方式。那么这里面的 day 是方法手段，通过 homestay 这样一种方法怎么样呢？日本人と一緒に生活して，也就是说和日本人一起生活。日本の習慣が少しずつ，少しずつ要注意的，我们说数词或者是副词加上一个字词，它可以表示等量的反复，也可以表示均摊，在这里面是等量的反复。后面是わかってきました，那么我们知道的でくる是从过去到现在的一个情况，对吧？那也就是说懂起来了。通过家庭寄宿与日本人一起生活，日本人的习惯慢慢就懂了。好，这是小李所叙述的一个情况。那么我们来看看小王怎么说。まあ、李さんは日本語が上手だから、言葉の面で、おそらく困ったことはなかったでしょう。这句话还是挺简单的。他的意思是，我想啊，小李的日语很好，在语言方面恐怕不会遇到困难吧，不会有什么为难的事情吧，这个意思。好，那么是否如此呢？听听小李怎么说。いいえ、そうでもないですよ。はじめは日本人の話し方がとても早いので、話がほとんどわかりませんでした。一ヶ月くらいして、やっと慣れて、だんだんわかるようになりました。好、这段话也是挺长的。我们一点一点来分析。首先是、いいえ、そうでもないですよ。他的意思是、不不不、那倒也不是那样的。
怎么样呢？八名は日本人の話し方がとても早いので、这个ので表示的是原因，对吧？意思也就是说，开始的时候啊，感到日本人说话很快。話がほとんどわかりませんでした。意思也就是说，所以几乎都听不懂。再看后面，一ヶ月くらいしてやっと慣れて。这个して是什么？是死读的中断，对吧？那么前面接的是数词，看到吧？而且是时间方面的，所以它表示的是花了多少时间，也就是过了大概一个月左右。やっと慣れて，终于习惯了，是吧？だんだんわかるようになりました。ようになる，同学们要注意的，它表示的是自然的从一种动作变化到另外一种动作，或者是养成一种新的习惯。那么这里面呢，它的意思也就是说，渐渐的听懂了，渐渐的懂起来了，都可以。好，那么我们看看小王怎么说。そうですか，是吗？还是挺吃惊的，对吧？好，继续我们来看看小李怎么说。大学で習った日本語と実際の日常会話で話される言葉がこんなに違うなんて思ってもいませんでした。日本の人は家の中では砕けた話をします。先生や知らない人と話をするときは、です、ますという丁寧な言葉を使いますね。好，那么这段话还是挺长的，我们一点点来分析。首先是大学で習った日本語と，它的意思是在大学里所学到的日语。和什么呢？実際の日常会話で話される言葉が，它的意思也就是说和什么呢？实际日常会话中说的日语。こんなに違うなんて，会有这样的不同。这里的なんて要划一下。后面是思ってもいませんでした。是不是想都没有想到的？这里的なんで要注意的，它表示的是事出意外的、吃惊的、惊讶的。那这个时候只能用なんで，不能用など，不能用なんか。那这句话呢，我们连起来可以这样说：在大学里学习的日语和实际日常会话中学的日语竟然如此不同，这是没有想到的。这是我们的第一句，我们再继续看下去。日本の人は家の中では砕けた話をします。这句话的意思是，日本人呢在家里说话很随便，或者说日本人呢在家里面说一些随便的话，说一些不拘形式的话。砕けた話、砕けた言葉都要注意一下的，随便的话都要随便的语言。我们继续来看下去。先生や知らない人と話をするときは。です、ますという丁寧な言葉を使いますね。这句话的意思是，和老师或者不熟悉的人说话的时候呢，要使用です、ます这样的礼貌语、彬彬有礼的语言。そうですか。今日はいろいろ訪日の感想を聞かせていただいて、どうもありがとうございました。同学们要注意、させていただく。它表示的是讲话人请求或要求对方干什么事情，翻译成中文可以说允许我什么什么呀，对吧？在这里面直译的话就是允许我听了你很多很多访日的感想，怎么样呢？どうもありがとうございました。那么这句话呢，我们也可以意译为说，今天听您谈了许多访日感想，我十分感谢。好，同学们，那么到此呢，我们就把我们第20课的卡伊瓦全部解释结束了。同学们看看，简单吗？应该来说不难，对吧？但是它的量还是挺大的。那么同学们呢，一定要反复的朗读我们的卡伊瓦，你读啊读啊，嘴巴就会很顺了哦。好，那么不管怎么说，下面呢，我们一起把我们的卡伊瓦来念一下。じゃあ先生の後について読んでください。卡伊瓦。李さんは日本から帰ってもう1ヶ月になったでしょう。ええ、時間の経つのは本当に早いですね。どこかに訪日の感想文を発表するでしょう？いいえ、そんなつもりはありません。私にはとてもそんな力はありませんよ。日本訪問の印象はどうですか？そうですね。日本は島国で、北海道、本州、四国、九州の4つの島のほか、4000くらいの小さい島からなっていますね。それで、
山や温泉がたくさんあって、景色のいいところがたくさんあります。東京の印象はどうですか？東京は日本の首都ですから、日本の政治の中心と言えますね。そればかりでなく、経済、教育、文化などの分野でも、東京は日本の中心になっていますよ。そうですか。東京見物をしてどうでしたか？ご感想は？感想といえばいろいろありますが、まず驚いたのは公衆電話ですね。どこにも公衆電話があるそうですね。ええ、とても便利ですね。次に驚いたのは地下です。地下鉄ですか？地下鉄だけじゃありません。地下街もとても美しいですね。そこに商店や喫茶店やレストランなども設けられていて、買い物や憩いの場所としても人々に利用されていますよ。そうですか。東京の道路はどうですか？道路はよく整備されていますね。それで電車もバスも時刻通りに動き、遅れることは少ないようです。それはいいですね。ええ、そして電車やバスが網の目のように走っていて、人々を行きたいところへ運んでくれます。東京の人々が困っている問題はありませんか？もちろんありますよ。日本には東京をはじめ、人口100万以上の都市が10くらいあります。東京の面積は日本全土の 0.5% に過ぎませんが、しかし、全人口の約 10% の人々が生活しているのです。これが今起こっているいろいろな問題の主な原因となっています。東京は大都会だけに問題も多いでしょうね。そうです。まず住宅問題です。狭いところに大勢の人が住んでいるので、家も土地も足りなくなります。おそらく東京の地価は高いでしょう。ええ、都心部の地価は一坪1億円もするそうです。それは高すぎるんじゃありませんか？そうです。ですから家はもちろんマンションやアパートの家賃もとても高くなっていますよ。一旦家を買った以上、一生月々ローンを支払わなければならない人が多いそうです。話によると、日本ではカラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫の3つはほとんどの家庭にあるそうですね。ええ、車のある家庭も 90% を超えていますよ。みんな豊かな家庭ですね。まあ、物の豊かさから言えばそうかもしれませんね。日本人のほとんどは自分が中流階級に属すると思っているようですが、しかし本当にいい暮らしをしていると言ってよいかどうか。むしろ物価が高いから生活は苦しいと思っている人もかなりいるのではないでしょうか。そうですか。ところで東京の交通事情はどうでしょうか。人口が多いから交通問題も悩みの一つですね。特に朝夕のラッシュアワーの混雑はものすごく、電車に乗れないで、プラットホームに残されることも珍しくありません。東京は車が多いでしょう。すると自動車の排気ガスなど、大気汚染の問題はありませんか？ありますよ。ひどい場合は、街を歩いていると車の排気ガスで頭が痛くなり、喉もおかしくなりますね。他にゴミ処理の問題もあります。東京の人口は多いですから、出るゴミの量も大変なものでしょうね。そうです。焼く場所と埋める場所が問題になります。狭い土地に人口が集中している悩みは、こんなところにも現れているのですね。日本の教育はどうなっていますか？制度的には誰でも行きたい大学へ行くことができますが、しかし大学に入るのにかなりのお金が必要です。そして有名な大学を卒業しなければ一流の会社に入れないというのが現状です。
そうすると一部の有名な大学に志願者が集中するでしょう。そうです。それで試験も年々難しくなります。そして試験に失敗して2年も3年も浪人する学生が増えるばかりです。じゃあいい大学に入るためには、小学校の時から塾へ通わなければなりませんね。受験戦争という言葉もあるくらいですよ。教育問題が深刻化するにつれて、社会問題も出てくるでしょう。そうですね。最近の新聞を見ると、中学生の非行の問題が多く出ています。深夜、バイクや自動車を乗り回す暴走族、それから深夜遊びなどの記事がよく新聞に出ています。教育はとても重要な問題ですね。ところで、日本と中国では習慣や文化がいろいろ違うと思いますが、訪日の間に困ったことはありませんでしたか？それはたくさんありました。中国で日本語を勉強したとき、言葉のことについてはいろいろ習いましたが、習慣の違いについては全然習わなかったので、日本について初めのうちは失敗ばかりしていました。一体どんな失敗でしたか？例えば、靴の脱ぎ方も違います。どういう意味ですか？日本では、家の中に入った時、靴の先端を家の中の方に向けるのではなくて、履く時に便利なように、玄関のドアの方に向けて置いておくのが礼儀です。そうですか。ホームステイで日本人と一緒に生活して、日本の習慣が少しずつ分かってきました。まあ、李さんは日本語が上手だから、言葉の面で。おそらく困ったことはなかったでしょう。いいえ、そうでもないですよ。はじめは、日本人の話し方がとても早いので、話がほとんど分かりませんでした。一ヶ月くらいして、やっと慣れて、だんだんわかるようになりました。そうですか。大学で習った日本語と実際の日常会話で話される言葉がこんなに違うなんて思ってもいませんでした。日本の人は家の中では、砕けた話をします。先生や知らない人と話をするときは、です、ますという丁寧な言葉を使いますね。そうですか。今日はいろいろ訪日の感想を聞かせていただいてどうもありがとうございました。好，同学们，那么我们的朗读也就到此结束。皆さん、練習の時間ですよ。好，我们的会话就到此结束。はい、第二次課の会話はこれで終わりです。皆さん、何か質問があったら出してくださいね。